ご用件。やっぱこうなる。来い。待て待て。彼女は金城の客だ。頭取に話があるの。失礼ですが、アポ。話があるの。いいから取り次ぎなさい。お通しして差し上げ。今の子。頭取って何？銀行のトップだ。何倍食え。不法侵入、その他名を締めて300万円の賠償金の件ですよ。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。1日に1割の利子ってことは、1日30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね、新島さん。いや、美人検事新島さえさんの妹さんと言った方が良かったかな。なんでそれは。我々の情報網を舐めないでいただきたい。いや、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけないで。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い、強い者に食われるためにあるようだ。それが融資依頼の掟なのかもしれませんね。下道め。おい金城、待ってろや。てめえのお宝踏んだくってやるからよ。笑わせるなよ小僧殿。ここは最高峰のセキュリティを施した俺の。どいつも金さえ渡せば。やれ。金城様の命令だ。よし。あなた、ペルソナ。はっ。はあ。ジョーカーダウン。しっかりしろ。はあ。うん、パンサーナイス。よし、ここから反撃だ。
すがお怪盗の動きだな。ペルソナ、そい、アンガサ、ペルソナ、なんだこいつら、キリがね。このままじゃまずい。なんで警備員が怪物に？それにあなたたちのあの超能力は？もしかしてそれがペルソナ？この状況で聞くか？糸を引いた方がいい。誠、はぐれるなよ。急げジョーカー。切れない。みんな、ずいぶんコソコソし、それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい。銀行経営は大変でね。迷惑な客は生意気なガキ一人消えるだけで、あっちの世界じゃいい見せしめになる。やめて。消すのは商品以外。姉さんは美人だからな。俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。ああ、かわいそうなお姉ちゃん。妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいいの。お前なら300くらいすぐに稼げるよ。その頃はお前の人生も何もかも。さっきから黙って聞いてりゃ。うぜんだよこの成金が。え、戦う覚悟はできましたか？いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ。ペルソナ、いやあれバイクだろ。伝わってくる。これが私。すごい。なんだありゃ。あんなの初めてだぜ。ギャラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよねヨハンナ。普段おとなしいからって調子に乗るな。もう猫かぶるのやめたの。行くよヨハンナ。フルスロットル。敵が動揺してるぞ。蹴散らして隙を作ってくれ。ペルソナ、
ろ、ヨハンナ。この野郎、エルソナ。侵入方法は分かったんだ。目的どうやって出んの？出口は一つ。あ、世紀末覇者先輩。叩かれたいの。先行くからついて。よし。あくまでも敵対するか。現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもでき、お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。すげえのが出たな。絶対怒らせない。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた？特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。いや、それまずくね。大丈夫よ。あんな世界のこと現実の操作でわかるはずない。まあこうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る。そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし度胸もある。いいんじゃね。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ。催促だって。パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。慎重にな。余計な接触は避けた方が良さそう。あと3。それにあ、でもせ叩き潰してやるわよ。とにかくいつも通り。ま、さすがに慣れて。集合の連絡。ま、
まあついこの前だが、リュウジの言う通りだ。つけておこう。よし。お？おい。よし。今は金城、誠はお前らと違って、それにしても我が輩も怠けてられ。よし、呼び出したりして。それはいいんだけど、生徒会室に呼び出され結構緊張するものなの。私もちょっと緊張してるかな。あのね、私謝りたくて、今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、私新島先輩のせいにしたでしょ。それ謝りたかったの。本当はずっと。高牧さん、後になって志保が助けを求めてたのに気づいて、何かできたはずなのにって、自分がバカすぎて自分のせいにしたくなくて。あの、だからねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒、私でも、私は先生たちに言われた。そうやって自分に誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで、だから必要以上に高牧さんたちにきつく当たった。ごめんね。そっか、じゃあお相手。そうだね。じゃあ、うん、あ、ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。全部新島先輩が自分でやったことだよ。鈴井さんのことであなたに怒られた時、高牧さんいつも正面から。私結構鈍いみたい。アンって呼んでもいい？じゃあ私も、まこと、照れるな。あ、ねえ、甘い。じゃあ私、セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ半分こする。一個ずつ買って半分こずつで。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。Thank you.
聞いてるのか。慣れてきたし、どうせなら勝ち方にもこだわりたいってな。勝ち方、確かに同じ勝つならスマートに行きたいよね。だろだろ。で、我が輩にいいアイデアがあるんだ。アンドのさえ協力してくれれば成功間違いなしのすげえやつ。私が？わかった。何すればいい？さすがアンドの話が早いぜ。実はだな、っていう感じなんだが。マジダメ？いや、ダメっていうか、いろいろ無理じゃない？さすがに異世界でも。あれ、今のって。まさか自分が怪盗に手を貸すことになるなんてね。これはこれでお姉ちゃんに知れたら。干渉に浸っている暇はないぜ。ええ、分かってる。その件で一つお願いがあるの。怪盗のイロハっていうか、異世界のこととか、そういう基本的な説明を聞かせてくれない？端的に言うと、あの世界は人の認知の産物だ。そこから特定の宝物を持ち去ることで改心が起きる。そのあたりは一度行った時に大体は。でも行き来の手段が何とも。スマホのナビなんて。名前と場所の2つの情報を言うだけでいい。しかも2度目からはブックマークまで可能だ。まさにアプリだけど、危険はないの？大丈夫だって、俺らもう何回も。そうじゃなくて、ナビアプリなんでしょ？サーバー経由で、使用履歴が誰かに筒抜けだったりしないの？ちょっと、何その顔。まさか今まで誰も気にしなかったの？それは俺またノーガードだったわ。そもそも出所不明なんでしょ？私のスマホにもいつの間にかあったし。リーダーのあなたは何か知らないの？花？よくわからんが、使っただけで筒抜けって心配はないと思うぜ。我が輩の見る限り、そいつは特別だ。普通に作られた代物じゃない。確かに別世界へ行けるアプリなんて常識じゃ測れないけど、まあお姉ちゃんも怪盗団の正体は知らないみたいだし、筒抜けじゃないのは本当かも。我が輩らも全てを知ってるわけじゃない。お前も支えてくれ。頭が切れるみたいだしな。ありがとう、努力するわ。それより写真のばらまきだけはやめさせないと。世間が面白がって炎上でもしたら。こればらまかれたら。なーに、期限までに片付けりゃいい話だ。
こっから挽回すりゃいい。今回の獲物は仕留めれば世間をあっと言わせられんぜ。確かに絶好の機会。よし、よし、一暴れするとしますか。ねえ、私のことは何て呼ぶの？コードネーム使ってたわよね。察しがいいな。レーベル高っけーな今回。着眼、それはライダーは運び屋っぽい。却下。フィクサー、黒幕は違うわね。もっといいのをちょうだい。女王さん、なんかあるか。うわ、さクリキすぎて何も言えねえ。クイーン、いい響き、気に入った。それでいいわ。じゃあ今回の作戦を説明してくれる？作戦ないの？怪盗って無策でやっ、とりあえずシャドウがいたらぶっ飛ばす。まあいいわ。私の役目はモナの情報を分析して指示を出す。ブレーンって異論は？スカルって絶対尻に敷かれるよね。モナ、ナビ始めて。はっ。こっちもか。
の？驚く我が輩。ちょっと。なかなかやるじゃねえか。パンサー、前に話したやつ行くぞ。ショータイムだ。え、あ、もう切れねえ。こういうのどうだ？正体を見せろ。見逃してくれよ。次の珍しいのがいるぜ。ヒクマンの神言を信じて。さあ次に行きましょう。ご苦労様。さて楽勝すぎて。今の感覚を忘れないようにね。
さて我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。おいおい、行きましょうか。暴いてやる。この状況うぜえ。危険なニュースが続きだ。気をつけろ。イクマンの神言を信じて。やるな。アイコンをゲットだ。今の感覚を忘れないようにね。鮮やかな勝利だ。よし。あれ？楽勝すぎた？さて、かなり余裕だったわね。研ぎ澄ませ。このまま進みましょう。
れはレアモノだ。逃がすな。やったー、お宝。ここで手こずってられない。よし、勝利だな。よし、我が輩にか正体を見せろ。知らないの？よし、こちらの先生だ。今の感覚を忘れないように。鮮やかな勝利だ。力の差が実感できる戦いだったわね。ジョーカー、何か。はジョーカよっしゃ。そうだな、行くぞ。このか、ここは使えそう。書くか。じゃあ。感じるぞ。
暴いてやる。もう知ってるかもしれないけど、敵を状態異常にするのはかなり有効みたい。特に弱点をつけないときは積極的に状態異常を狙うのがおすすめよ。そんな違う、来い。いや、ダメだ。シャドウがいるわ、気をつけて。おい、これ。
ぜ。早速開けてみようじゃないか。正体を見せろ。それしまって先制攻撃チャンスだ。こっちに。ベルトだ。これでどう？ベルトだ。セルトナ、私の怒りを思い知る。すべて話してやる。敵全滅。さすがジョーカー。次に行きましょう。鮮やかな勝利だ。よし、レベルアップ。よし、どこか。シャドウ撃破だ。さあ、このまま進むぞ。石あったよ。なんか不気味な見た目。正体を見せろ。見逃してくれろ。よし、こちらの先生だ。敵全滅。さすがジョーカー。ここで手こずってられない。よし、勝利だな。完勝ね。このまま進みましょう。
感じるぞ。今の感覚を忘れないようにね。ご苦労様。よし、感じる。余裕の勝利ってやつだな。
て。何か。前方にシャドウよ。注意して。これぐらい余裕だ。おい、研ぎ澄ませ。正体を見せろ。逃がすなよ。敵全滅。さすがジョーカー。ここで手こずってられない。よし、勝利だな。かなり余裕だったわね。シャドウがいるわ、気をつけて。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ペルソナ。さあ、次に行きましょう。よし、勝利だな。よし、我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。何？いやいや。よし、決まりだな。
よく聞け。手こずってられない。よし、勝利だな。新しい力に目覚めたみたい。力の差が実感できる戦いだったわね。私は感じるぞ。おい、これ全部が許せない。研ぎ澄ませ。かなり余裕だったわね。
研ぎ澄ませ。いつまでも好きにさせんじゃねえ。うん、よし。感じるぞ。正体を見せろ。怖い奴らだね。メルクロ、危ない奴がいるぞ。敵全滅。さすがジョーカー。ここで手こずってられない。鮮やかな勝利だ。よし、研ぎ澄ませ、うん、楽な戦闘だったわね。感じるぞ。ジョーカー、宝箱だ。開けるぞ。すいません。感じるぞ。研ぎ澄ませ。Yeah!
させんじゃねえ。よし、何か警備強化だ。絶対捕まえろよ。どうですか？ジョーカー、大丈夫か？